ユストス・ヨーハン・フリードリヒ・ドッツ・ァウアーは、ドイツのチェリスト、作曲家である。ライプツィ・ヒゲヴァント・ハウス管弦楽団や、ドレスデン宮廷楽団で、チェロ奏者を務め、カール・マリア・フォン・ウェーバーや、リヒャル・ト・アーグナーの指揮で演奏した。また、教育者としても評価が高く、著名な奏者を育成したり、後世でも使用されるような教則本を表したりした。作曲家。 指揮者のカール・マリア・フォン・ウェーバー。ドッツ・アウアーはドレスデンで、ウェーバーの指揮のもと演奏した。1783年1月20日、牧師の息子としてヘーゼル・リードで生まれる。幼い頃より音楽の才能を示し、ピアノとバイオリンのレッスンを受けるとともに、村の祭事で演奏していた鍛冶屋にコントラバスを学び、さらにはクラリネットとフレンチホルンも演奏した。 また、ヨハン・セバスティアン・バッハの最後の弟子の一人、ヨハン・クリスティアン・キッテルの弟子である、オルガニストのリュットマイヤーから、バッハの作品を学び、すべての楽器の演奏法に通じていた、宮廷トランペット奏者のヘプナーからチェロを学んだ。その後、チェロを専門に学ぶ決意をしたドッツァワーは1799年に、父と共に、マイ人間へ行き、ジャンルイデュ・ポールの弟子であり、 公爵邸の楽団の一員でもあった JJ クリークに指示した。2年間の修行の後、ドッツア,アーはヒルトブルクハウゼンの宮廷音楽会でプレールの変奏曲を弾いてデビューし、1801年にマイ人間のオーケストラに入団した。1805年にはライプツィヒゲバントハウス管弦楽団に移籍し、同時に弦楽四重奏団を結成した。 ドッツアワーは特に弦楽四重奏の演奏に力を入れており、ルイ・シュポー・アラから賞賛されている。また、1806年には6ヶ月間ベルリンのベルンハルト・ロンベルクの元に滞在し、指導を受けているが、これによりドッツアワーのレパートリーにロンベルクの作品が加わり、さらにはジャンピエール・デュ・ポールとジャン・ルイ・デュ・ポールの兄弟とも信仰を結ぶこととなった。また、 1808年には、ピアニストのトミュラー、バイオリニストのマッタイと共に、ライプツヒでベートーベンの、ピアノとバイオリンとチェロのための三重競争曲の公開初演を行った。ドッツアワーは、ソリストとして、ウィーニやドイツ、オランダの主要都市で成功を収め、さらには自作も出版できたことで知名度を高めた。1811年には、学長のフランチェスコ・モルラッキに招かれ、 ドレスデン宮廷学団に入団し、1821年からは、主席チェロ奏者を務めた。ドレスデンでは、カール・マリア・フォン・ウェーバーや、リヒャルト・ワーグナーの指揮を経験しており、特にワーグナーによる、マダン・ロイテ助曲の指揮に対しては、ようやく正しいテンポに戻った。と称賛している。なお、ドレスデンでは、コンサートマスターのポレドロ・ヤローラ、フルート奏者のフィルステナウ、 クラリネット奏者のコッテラが同僚の伴奏で独自の演奏活動を行っていたが、ドッツアワーもその例に習った。また、宮廷楽団員として宮廷で室内楽を演奏することもあった。1850年に引退した後、10年間の予生を楽しんで、1860年3月6日に死去した。なお、ドレスデンでの公認は弟子のフリードリヒクンマーが務めた。 ドッツァウアーの弟子で、死と同じく、ドレスデン学派のチェリストとされるフリードリヒクンマー。死の後を継いで、ドレスデン宮廷楽団の首席チェロ奏者を務めた。フランス学派が弓を毛止めから、ある程度離れたところで持つことを進めていたのに対し、ドッツァウアーは毛止めのそばを持つべきと主張しており、この方法を進めた最初の人物の一人とされる。また、 弓すべてを使って自然に演奏するように教えていたが、これらは後の演奏法を先取りしたものであると評されている。また、歌手のように演奏することを理想としており、あらゆる楽器の中で最も高貴なもの、つまり人間の声に近づくことがすべての音楽家の手本かつ理想であり続けなければならないと記している。ベルンハルト・ロンベルク、フリードリヒクンマー。 フリードリ・ヒグリッツ・マッハーラからなるドレスデン学派の創始者とされる。彼らの活躍により、ドレスデンは20世紀初頭までチェロ演奏の重要な中心地であったと評された。なお、ドレスデン学派のチェリストたちの演奏方法には共通点がいくつか指摘されている。ロンベルクとドッツアウアーは共にエンドピンなしで楽器を抱えており、教則本に見られるドッツアウアーとクンマーのチェロの 持ち方は掃除している。また、ロンベルクとクンマーは共に弱白をアップボで演奏するよう解いており、他にもピチカートを演奏する際には、単音の場合指板の C 線側に置いた親指を起点にして、右手の第一子か第二子では、磁気、三弦のコードは順番にではなく、同時に演奏した。ただし相違点もあり、ドレス伝学派のチェリストたちの多くは左手を直角に、 構えて演奏したのに対し、ロンベルクは手を斜めに構えて演奏をした。また、当時の楽器制作者たちは、昔の楽器に手を加えて縮小するという改良をしばしば言っていたが、ロンベルクやドッツァウアーはこれを批判した。ドッツァウアーは以下のように語っている。幸運なことにその男性は、制作時そのままの紛れもないイタリア製ビオロンチェルを所有している。 彼は羨ましがられて当然だ。これらの楽器の大部分はすでに下手くそ連中の手にかかってしまっているからだ。昔の優秀な巨匠が作り方を知っていたそれらの偉大な音は失われてしまった。その一方で、ロンベルクは凹みのついた指板を新たに開発しており、ドッツァウアーもそれに習っているが、他のチェリストにはあまり好まれなかった。ドイツ内外で教育者として高く評価された。 弟子に息子のカール・ルート・ビヒ、カール・シューベルト、フリードリヒ・クンマー、カール・ドレシュラーらがいる。また、1832年に最初の教法を出版してから、ドッツアワーはいくつかの練習曲を残しているが、その中でも特に24の毎日の練習曲名人芸に達し、それを保持していくための作品155は評価が高いとされる。また、 ドッツア,ウアーの練習曲に関しては、ルートビヒレイベルによる改訂版が出版されたり、ヤーノシュシュタルケルによる録音が販売されたりした。さらに、ヨハン・クリンゲンベルクは、ドッツア,ウアーとデュポールの練習曲をまとめ、ドッツア,ウアー・クリンゲンベルク教則本を編纂した。練習曲の他にも、165以上の作品を書いたが、死後もなお演奏される作品は少ない。序曲、公共曲、 12のチェロ競奏曲、3つのコンチェルティーノ、9つの弦楽史重奏曲、ソナタ、変奏曲、ディベルティメント、二重奏曲、ミサ曲、各種室内楽曲などを作曲しており、1840年にはオペラ、クラチオーザがドレスデンで上演されたが、ドッツア,ウアーの作品のほとんどは、当時愛好された接続曲であった。また、1826年には、 ヨハンセバスティアンバッハの無番装置六味曲のドッツアワー版を出版した。ダブルストップやオクターブのパッセージでの音程の問題が指摘されることもあったが、ルイ・シュポアやエクトル・ベルリオーズからは、その演奏の優雅さを称賛されている。また、チューリッヒ・トーン・ハレ管弦楽団でチェロ奏者を務めたユリウス・ベッキは、彼の前にも後にも、いかなるチェリストもこれほど豊富な技術上の 練習教材を残した人はいない、ドッツアーのほとんどの練習曲は、現在のチェリストたちに知られ、しばしば使用されている。そして、それは、技術上からも、また、技術と共に書くことのできない音楽的内容からも、必須の教材となっていることでその価値が、証明されていると述べている。ありがとうございます。